皆さんこんにちは非常識な経営コンサルタント本日のテーマは私がなぜ1年に2冊の本を継続的に出版できるようになったのかということについてお話をしてみたいと思います、えー、人によってはですねもちろんあのものすごい方とかは1年に5冊とかまあ8冊とかですね 出されてる方とかもいらっしゃるので、まあ、そういう方からすると1年に2冊っていうのは、まあ、も,もしかしたらそこまでではない話かもしれません逆にまだ一度も本を出したことがなくてこれから出したいと思っている人からすると1年に2冊を出していけてるっていうのはすごいっていうふうに言う方もいらっしゃると思います。ここれはその1年に2冊出していることが、あのー どれぐらいすごいかどうかっていうことを伝えたいっていうんじゃなくてそこに至る感覚と感情とプロセスが必要っていうことを伝えたくってでそれは普通にビジネスにも置き換えられる話なので、まあ、今回はあのたまたまあの出版っていうことで。 お話をさせていただくんですけれども、普通のビジネスにも置き換えができる話なので、そう思って聞いていただければというふうに思います。はい、それでは本題に入りたいと思います。えっと、まず私が一年間に二冊の本を出すっていうことを決めたきっかけがあるので。まあ、そちらをちょっとね、どんなきっかけがあってっていうのをお伝えしようと思うんですけれども、私がですね。 あの初めて本を出したのが1冊目が、えー、と6年前ぐらいになるんですけれどもその時にあと商業出版の本を1冊目出すのに、まあ、出版コーディネーターの方の力はお借りしてるんですがさらにその5年前とかにですね私その方にビジネス書クライアントさんのお役に立つような集客のビジネス書を、ね、出したいような相談をしたことがあったんです。 ただ、その時に私にまだそんなに実績がないっていうのとそもそもそんなに儲かってないっていうあの要は儲かってない人が言う,言うても説得力がないって言われて、まあ、確かにそうですよねって思って、えー、その手のものを本で書きたかったらまず、普通に月賞100万とかは超えててほしいって言われて今思えばもちろんそうですよねっていうの分かるんですけど当時の私ね、ね多分30万ぐらいだったんですよ、月賞が。 だから確かに説得力ないなっていうのをそれを言われて思ってじゃあ本を出すのは100万超えになってからだみたいな感じになって、まあ、しばらくいろいろねあの頑張ってたわけですよで要はそれが伸びたことによっていろんなクライアントさんといろんな話をして実践してもらってっていう期間が5年とかあったんでそれでいろいろ実績とかが出たんで1冊目の本は満を持して出すみたいなそろそろ実績もできたし。 ノウハウハもたたまっっからいいででししょう言って1冊目の本出したんですよで当時の私は1冊出せればいいまずはまずは1年に1冊出せればいいと思っていてトータル的な直近の目標としては、えー、とシリーズ本みたいなことも含めて3冊だから1年に1冊っていうことは3年で3冊出せるといいと思っていて。 で長期的な部分でいうと10年で10冊だから1年に1冊をコンスタントに出すっていうことをまあ,あのその時にね決めたんですよだからここがまず、えー、出だしのところで一生に一度1冊の本を出せればいいって思っている方とそもそもまずは10冊10年でもとりあえずまず10冊って思っている私では。 1>, 1冊2冊3冊って書いていくモチベーションと計画が当然変わっていくわけですよねだから私が今継続的に、まあ、なんで次2冊になったのかっていうのをまたお話しするんですけど2冊出しててるかっていうと10冊があるから早くそれを10年かからないでやりたいなっていうのを途中で思ったからコンスタントに出せてるっていうことなんですよね。だから できるとかできないとかじゃなくて思いが先だっていうことをまずここで一つ目なんです1冊を出したいと思ってるのか10冊は出そうって思ってるのかのこの意識の差が行動計画の差にやっぱりなってきちゃうんですよねでじゃあ1年に1冊ですってやってたんですよで3冊目出した後ですえー、っと私の,、まあ、あの著者仲間の一人でですね 石川さんんいう方いらっしゃるんですけど、当時その年に私が1冊をぜい,ぜい出しながらプロモーション頑張っている時になんか8冊とか10冊とか1年間に出すっていう計画があるっていうのを聞いてはあとか思って <laughs> 私が1冊を出すのにこんなに本を一生懸命ね企画書出して、まあ、通すのだってそれなりに大変。 なんですよっていう話を聞きましたまず企画書が通る確率が5%以下で企画書がその通った後にその著者のね本が本当にちゃんと出版社の中でも生まれてちゃんと出すっていうところまで行くのがその通った人の中からまた何かに絞られて。 でさらにその人が2冊目出す確率がさらに絞られるっていう、まあ、掛け算掛け算でどんどん確率が減っていくんですけれどもなのでまず1冊目は出すのがまず大変で連続で2冊目は出すのが大変でその2冊3冊ってさらに重ねていくのがもっと大変、まあ、それでベストセラーサッカーって言って十何冊とか20冊30冊っていうふうにそらくなっていくんだと思うんですけれどもねでその方がだから8冊とか言っちゃうわけですよ そしたらなんかいや忙しい方なんですそれなのにそんなにできるんだったら私1年に2冊ぐらいはできるんじゃないって思って初めてその年2冊目もう1個企画書を通してみてっていうのでやって2冊をやったっていうところの経緯がありますということはこれ私がその人ができるんだから自分もできるんじゃないってその人をなめてるとか 低く見てるとかそういうんじゃなくてあの人間にできることは私にもできるっていう前提で考えるっていうのを基本方針にしているのでその人人間なので多分私も努力すればどうにかなるかもしれないって思ってそれが冊1年に2冊にしたきっかけになりましたでそうすると1回ペースがつかめるとどうやったら2冊の企画書を通し どういう執筆ペースで書いていけば2冊ができるかっていうのが分かってきたので、まあ、それを3年連続やって今に至って、まあ、来年多分10冊目出すんですけれどもそういう感じに今なってるんですよでじゃあ楽か楽じゃないか言われたらこれ本を出したことがある方は多分分かっていただけると思うんですけど1冊出すのも結構大変なんですよあの1冊の本が ちゃんと動いてね企画が通ってっていうところまで含めると大体いい1年がかりなんです。ということは1年間で1冊の本を出しているこう企画と、うん、進行とっていうのが進んでいる中に重なってもう1冊の本が動いてないと半年後にもう1冊が出るってことはありえないんですね。とすると書いてる時に企画通したり文章を遂行とかしている時に次の本書いてたり。 プロモーションしてる時に次の本のプロモーションとか企画書を書いているとか必ず3個ぐらいのことを同時にやってないと1年で2冊ぐるぐるちゃんと回らないんですってことは頭の切り替えが結構必要なので、まあ、そのコツが分かったとしてもやっていくのは結構大変ですじゃあまたあの本題に戻るんですけど私がなぜ 1>, 1年間に2冊の本を継続的に出版できるようになったのかっていうとまず1つ目は自分の中の常識的なラインを、まあ、違う方ができているっていうのを見たことによってぐんと引き上げたっていうのがまず途中から2冊できるようになった大きな理由ですでさらに言うとそもそも1冊目を出している時に3冊はシリーズっぽいような形で出したい10冊はまずは出そう。 10年かかるのは嫌だけどまずは出そうっていうふうに決めているので一冊が頑張って出したら嬉しいっていう人とそもそも意識が違うっていうところがやっぱりその2冊ずつ書いていくっていうモチベーションを支えているんですね。で、あともう一つあったのは最初の、えー、と出版コーディネーターの方が私の出版記念パーティーの時にあのようやっとよちよち歩きの出版、えーと 著者誕生ですねって言ってこれからの、えー、活躍に期待しますよとただ著者っていう形で活動していくのが認められるのが3冊過ぎてからなのでまずは3冊頑張ってくださいっていうふうに言ってたんですだからまずは3冊は出そうって思ったのはそれもあって3冊でそこから10冊をまずはって目指したのはその方が1年で8冊できるんだったら10冊ぐらいは数年でできるかもしれないっていうふうに思ったから。 なんですよねつまりこの意識がどこから来てるかっていうとであの人だからできたんだとかなんとかさんだからできるとかっていうんじゃなくて目標値としてもしかして追いつかないかもしれないけれども道半ばで倒れるかもしれないけどその目標を目指して頑張るっていう権利は誰にでもあるんですよね。だから目指して悪いかって言ったら悪くないんですよね。 じゃあ例えば私が30冊書きたい言うたらもっと、ね、生きてる寿命を考えたらもっとペース上げないといけないんだけれども、まあ、それを自分がやりたいかやりたくないかっていうところはあるのでまずは10冊っていうの自分はやりたいと思ったからそれをでまず設定してで年に3冊は厳しいなっていうのは2冊企画を通して書いて売るプロモーション頑張るっていうところの流れからすると厳しいなっていうのが分かったんで年に頑張って2冊だ。 っていうところまででですすね、決めたんですよ。だからこれはどういうことなのかっていうと夢とかがあったらできるとかできないとかは別としてまず目標として据えるっていうところがまず第一に優先でこれは授業でも全く一緒だと思ってます。何年後に何をするかをバシッとまず決めるでそこからだから未来から今を下ろしてくるっていう感じになるのであとは。 その何年後にそれをするためにはどういう行動が必要でどういう資金が必要でどういう人の力を借りたら必要でっていうのをあとは調べて青図を書けばいいだけなんですよねでその青図を書いた上でその行動大変そうハードルが高いお金がめちゃくちゃかかるっていう回答がまた一つ出てきたとするじゃないですか実際に本の出版って私が思ってたより結構お金使うんですよ あの印税とかね、もうな,ないに等しいですからね、プロモーションで使っちゃうこと考えたら。だから、大体、まあ、もっとね、売ってる人とかだと、もっとお金用意するんでしょうけれども、大体300、400万は用意しとくみたいな形なんですよ。っていうことは、2冊出したいっていうことは、800万ぐらい用意する感じになるんですよね。となると、そのお金をそもそも稼いでおかないといけないから。 年間計画の中にその2冊分出したいいうと2冊分のプロモーション費用っていうのが稼げるような計画組まないといけないんですよね。って言ってそうやってこうパズルを一個一個埋めていくことになりますそうすると何をしなくてはいけないのかどういうことをするのか高単価の商品も売らなくてはいけないそれをいつまでに売ってっていうそういう行動計画とかも当然できてきますよね。それにによよっってててだんだんん日程がより明確でクリアになってきて そしてやるべきこと。だから本の出版なんだけど周りの状況を整えないとお金も稼がないといけないし時間も取らないといけないしっていうのを全部整えて本の出版って出てるんですよねだこれは授業も全く一緒であなたがやりたいことがあったらまず目標が先になりますしかも超具体的に決める必要があるんです私の場合1年に2冊って決まってますからね そうするとその2冊をやるためにどういうスケジュールなのかもう3年目なんで分かってきているんですけれども結構お忙しい感じです他にもやりたいこととか新しい事業とか新しいことをやろうとすると結局それをするはめになってしまうのでなかなかにあの大変なところはあります現実問題ね。だけど やるって決めてやるための目標を立てたからその優先順位に合わせていろんなことをやればいいだけなのでそこがポイントになってきますだから目標が先それの行動をどういうふうに取っていくかで、えー、と現実的に実際に動けるように細かく内容を落とし込めば大抵のことができるようになります。 で、まあ、ここでね、さっきも言ったんですけど私も違う方を、ね、目標にした時その人だからできるじゃんっていう風にね、言う方はいるかもしれないけど確かにそう思うところはあるんですがさっき言ったように近づくことはでできるんです、努力をすることによってだから、私はあの2冊をやっていくためにはどうするかっていうのは自分なりきの答えがあってじゃあそれを通すためには企画が一発で通るような企画ならいいわけですよね。 世の中のトレンド皆さんが欲しがっていること知りたいことっていうことを調べながらその出版社が出したいだろうと思うような出版社とちゃんと出会いそのお話をしていくっていうだからそういう人脈を作っていかないといけないわけですよね場所とか。か一つ一つの行動に意味があってそこが諦めるという選択肢じゃなくて。 なんとか叶えるっていう選択肢で全てのルートを埋めていけばそれは本当に現実化するっていう状態になっていきますので夢は見てもいいしあの目標もと作ってもいいんですただそれに合わせた細分化した行動計画は必要になっていくのでここがあの夢は見るんだけど行動計画ができてない人がすごく多くって。 行動計画はめちゃくちゃ具体的の方が当たり前ですけど叶う確率はすごい高いんですよね。今日別件であのクライアントさんお一人新しい方とねお話をした時にどういうふうにあの仕事をしていきたいかっていうまあ漠然とした集客ができるようになりたいっていうお悩み相談だったんでどういうふうな環境で何をすれば えー、お金が稼げるようになるかっていうのを全部細かく聞いていって答えたらその方の答えがめちゃくちゃ曖昧なんですよ。いやお金はたくさん稼げる方がいいとか言うとあの目標の立てようがないんですよねいや。誰でもたくさん稼げるようになったりでもたくさんという基準が人によって違うんですよ。例えば1億をたくさんという人と10万円をたくさんという人がいたりすると行動計画が変わっちゃうじゃないですか。だから 具体的に全てのものをクリアにしていくと輪郭がはっきりするのでやるべきことがはっきりしていきますなので特に数字ですね女性は苦手なんだけど数字ぼんやりしてるとあの現実問題として叶う確率がすごく低くなっちゃう特に経営っていうところで考えるとなのでそこはしっかり目標は取る。 でしかもそれを諦める方向で考えなくってどうやれば現実化できるかっていうふうにして行動計画を組んでいくっていうのがポイントになりますこれは本の出版であっても事業の目標達成であっても両方とも一緒ですはいということでじゃあ最後まとめていきますで私がなぜ1年に2冊の本を継続的に出版できるようになったのか1つは自分の中の常識基準を変えたこと それが 1, 1年に1冊が当たり前と思ってたのを変えたっていうことですよねで2つ目ができないという前提では考えないできるという前提でどうするかをとにかく調べながら一個一個現実化していくところまでブレイクダウンするとあとはやるだけになるので、はい、で,できるようになると思います。 あ番外編ですけどモチベーションがあの続きませんっていう方もいらっしゃるんですけれどもあの私の感覚で言うとその夢の大きさと叶えたいその方の度合いの強さによるので、うん、と私は叶える決めたものは絶対にやり抜くっていうモチベーションでそもそも出だし決めてるのでやらないっていう選択肢がないです。 だけどそもそも目標を定めた時に、まあ、できなかったらできなかったでいいかっていうレベルだったらそれはモチベーション持たないってことになってなんだかやる気がないんですっていうことになると思うので、まあ、そういう方へのアドバイスはいや別にモチベーションが続かなくてやれないんだったらやんなくていいって思うんですよ。 だって誰に言われてやるものでもないじゃないですか自分が勝手に決めて自分が勝手にやろうと思ってるんだから自分が勝手に諦めるんだったら諦めたらいいと思うのでそのモチベーションを保つ方法を人に聞こうって思ってる時点でそもそもそれってそんな大事なことじゃないですよ私から言わせるとだからもうワクワクするものが心からも持ち上がってきちゃってそんなこと考えないでただひたすら前に進むだけっていうぐらいのもの をちゃんとやったらよくてモチベーションを保つためにはどうしたらいいですかって考えてる時点でもうそれって別に終わっちゃってもいいような案件だと思っているのでそんなに頑張らなくていいんじゃないですかっていうのが私の,あの余談的な答えになります。はは。いい。以上にになります。よかったら参考にしてくださいそれでは